同居というものはですね、結婚に欠かせないものかというと全くそうではないと思います。お互いが尊重できることの方が同居よりも大切だと思います。別居婚してメリットとして各々が違うライフスタイルなんですね。やっぱり旦那さんが家にいるってなるとどこか遠慮したりとかあるので、そういうストレスっていうのかな、そういうのは全くないですね。妻は朝起きた時からずっと仕事というか 何か家のこととかしてるじゃないですか。その横でゴロゴロしてるのが非常になんか罪悪感を常に感じてるような。妻の家に泊まるっていうことはほとんどなく、やはり僕の人生の中で仕事っていうのは非常に大きなウエイトを占めます。前の妻との離婚に至ったのはですね、毎日忙しすぎて家にも帰れない日も続いたりしました。それは相当前の妻の不満につながったのではないかと思います。最初の結婚で学んだことは女性にも経済的な自立がいるっていうのが一番です。別居婚を選ぶカップルが増えているのは、自分のライフスタイルを大事にしたいという人が増えているのかなと思います。結婚している時と一人で生活している時のいいところを兼ね合わせた結果がその別居婚のスタイルかなと思います。別居であろうが拠り所ができるんですね。夢が持てるんですね。一人ではないんです。この究極のメリットは全部信頼できる相手がいるっていうことですかね。パートナーがいない今後の人生っていうのが考えられないです。よくちょっと帰るね。